もう何者でもないです。今日はただ火を起こす動画です。テレビとかでよく火起こしとかやってんじゃないですか。あれって実際に本当にねできちゃうのかっていうね。今日はねこうなんかちょっと無人島っぽい場所に来たんです。ここにある材料を使って0円で火をね起こしていきたいと思います。今日1枚しか着てないんでね、寒いんでちょっとはい、さっさと火を起こしましょう。これ必要じゃないですか。そう、まず火を起こすための道具、火を起こすじゃない違う火を起こすための道具ってさ、板、木で、板、木、手で、板、木、手、紐だよ。いやでも、あれはむずいから、多分ね、こんなところに紐落ちてないんだよ。そう、あ、ごめん痛いな板って見つかる。板って自然界にないかんだよ、まず木の絵、これそれ下に持ってて、やろうか。見て見て、テントウムシ、ほらほら、こいつさ上に登る習性があるからさ、こうしてるとずーっといつもああ、え、見て見て、キクラゲ、キクラゲ、キクラゲ生えてる、ほら、うわー、これを最後焼くことを目標にしよう。あとは棒、ここら辺さ弱い棒しか落ちてない。そうそう、すっかすかなやつしか落ちてないんで、なんかさすっごいもっとパワースティックが必要な下ネタじゃね。あ、でもこれいい感じじゃない、まっすぐで、ほら理想の木だ。大体さ、テレビでやってるやつっていうのはまずここにやってる、うん、で、これをスリスリすると作る、うん、こっちの木が弱くてさ下どんどん削れてっちゃうんだけど、日が暮れるぞ。あ、いやでもなんか木くずが出てるからさどうせ上の木どんどん短くなっていくでしょそれまでよこす。大丈夫か、見てろよテレビ。あ、こっちの方がいいかな。こっちでしょ、上の木柔らかすぎんじゃないの。あ、ここの溝、ほらほら、うお、ぽいぽい、ほらぽいね、ぽいね、なんかお、つくんじゃねこれ、つくよ、待って、ついちゃうかも、ほら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 、ええ、読めるぞ、絵がつくぞ、痛い、ダメだもん、手痛い、痛いわ。借金で棒買ってきたけど使う？これやばいな、これならちょっといけそうな気がするぞ、俺でかくね？熱くならないよ、まず。とか、はい。勝ったわ。よかった、痛かったいて。ほら。お。なんかこういうのってさ、そばに木くずとか置かなくちゃいけないんじゃなかったっけ？お！いい感じでしょこれ。何が辛い？吸ってんの。ん？吸ってるのが辛い。吸ってるのが辛い。ああ、そうだ。紐買ってきた。それを早く言えよー。ああ、紐。なあおい、バカ。必要か紐。ああ、お前早くでもこれだけあってもなー。これだけあってもなー。ドラえもん。これだけあってもなー。こういやそしいなー。ドラえもん。持ってないかな、ドラえもん。あ、ちょうどいい板あるわ。え、お前それ早く言えよ。お前これ。これ、いってできた。おお、見たことあるやつや。あとはこうやってくるって巻いて、ここでやれば今ガチで笑っちゃった俺これ、こうだよな、テレビで見たの一回だよでも実際無人島に来てこれ作ってみました、テレビ見た通りに、で、できなかったってなって、そこで諦めたら死だよ、待ってるのは。無人島に一つだけ持っていけるとしたら、いやね、実際本当に起こせると思ったんだわ。まあでも、まあ、多分ね、無人島行ってもね、火起こせないと思います。まあ、もしこの動画面白かったら上のね、いろんなやってってください。いけ、じゃあな。いいよ。